こちらは御殿場市の保健センター。午前中から職員がピンク色の封筒に接種券など書類を入れて発送する作業に追われていました。不安に思う保護者らも多い子ども向けの接種。市では今日から専用の相談窓口を設けて対応しています。はい、御殿場市ワクチン相談コールセンターです。子どもさんの小児用ワクチンというのは大人のものとは別のものになりますので、量もですね、大人の方は 0.3cc なんですけれども、子ども用のファイザーにつきましては 0.2ml ということで、3分の2の量になりますね。5歳のお子様を持つ親御さんでした。接種をすると一番どういう反応が起きやすいかというのを気になさる方が多いです。御殿場市では5歳から11歳までの接種券およそ6000枚を今日1日で発送し、個別接種を来月5日から、集団接種を来月13日から開始します。ワクチンはファイザー製を使用します。不安のある方については行政の方に問い合わせいただいて、ご家族で相談していただいて接種していただきたいと思います。